小林家平次小林家平次1月1日から1940年12月28日は、明治時代末期から昭和時代前期の政治家、実業家、銀行家、貴族院多額の税者議員、衆議院議員、旧姓は山川、旧名、ます三重県阿蘇郡津常家で、 山川真玄の次男として生まれる。1902年8月、一市郡雲津村の先代、小林家平寺の養子となり、1908年1月、家督を相続し、家平寺を襲名した。1901年東京帝国大学文科、大学哲学科を卒業する。新習慣学院教授を経て、1911年三重県会議員に当選する。他、 三重県農会特別議員、同票議員、市商業会議所顧問、県農会長などを歴任した。財界では、三重農工銀行東取、三重合同電機関佐役、浅間登山鉄道取締役、下津商輸取締役、東方電力顧問などを務めた。1915年の第12回衆議院議員総選挙では、三重県軍部から中政会所属で出馬し当選する。 の県政会所属に転じた。続く、第13回衆議院議員総選挙でも当選し、衆議院議員を通算2期務めた。また、1925年30件、多額納税者として、貴族院議員に御選され、同年9月29日から務め、在任中に死去した。ありがとうございます。